さて、戻ってまいりましたってことで、目の前にエイリアンがいらっしゃいますけれども、大丈夫？もう出られないんですよね、ここから。どうすればいいんだろうちょっと休憩してきましたあまりストレスが多いゲームなんてね。さあ、どうする、どうする。この隙に行かないといけないと思うんだ、俺は。ってことは遠回りしなきゃいけないってことね。あれ、消えた？いや、いるちょっと待とうよ。あの人なんとかしてよ。ちょっと止まってらっしゃいますよ、あそこで。火を見てる感じ。これいけんの？遠ざかっていくよ、さ、もう、遠ざかっていった。火が消えてることを祈るばかりだ。いや、火は全然消えてない。エイリアンさんいらっしゃいます。ボロいらっしゃいます。走って、入って。やっぱりさ、エイリアンさんはこのエリアにうろうろしてるわけでしょ。大丈夫ね。で、そっち行った隙をついて右側に行かなきゃいけないんじゃない。お、入ってきたよ。気づかれた、なんか気づかれたっぽいよ。大丈夫？お？どこ行った？右は行っちゃダメだって。だから右行くんだから、今から右に行くんだよ俺は、今から。エリアが帰ってきて、左に通り過ぎたら出ましょう。でもまた U ターンして戻ってくる可能性もあるので、難しいとこですよね。また戻ってきた。開きっぱなしで便利ですね。そっちに行った、今がチャンス。よし、じゃあ行くぞ。勇気を出して行くぞ。多分エリアもあの火は通れまい。火炎放射器で戦ってる姿を映画の中で思い出す。ちょっとすごい怖い、すごい怖い、すごい怖い。走れないのがもどかしい、もどかしい。後ろも見る暇はないのだよ。セーブポイント発見。とりあえずセーブ、もう何でもいいからセーブ、セーブしろ今すぐ今すぐセーブだ。よし、これ死んでも大丈夫だな。それでロッカーが壊れとるやないけ。あ、ロッカー隣の壊れてない。ホールドトゥーハイド。大丈夫か。いや、めっちゃ近くにいらっしゃいます。はあドキドキしますの。あ、これ上歩いてんだね、多分ね。じゃあいいや、出よう。そっちの奥の部屋には多分行けないと思うんだ。行けんのかな。じゃあとりあえずアクセスを確認してですよ。ドクター・モーリー、I don't care what you think you need to do. I want you out of サンクリストバル now. サンクリストバルから今すぐ出るように言ってますね。エマージェンシーバルブシャットオフだって。これでシャットオフして、でいいの？あ、その火が消えた。で、あ、ここがセキュリティ、なんか青いマークが出てますね。なんだこれ。これね、リクワ、パスコードがリクワイアだ。じゃあパスコードこっか。エイリアンの声も消えましたね。ってことは、どっかにパスコードが、ロックダウンについて、サンクリスマルね。パーソナル。アップデートコード、あった。あー。
モーリー早くメディカルをね出なさいって言ってることを言ってますが、2505 OK。 やばいかな、やばいやばいやばいっぽい。とりあえず入ろう。ふうふう、やっぱ上にいるんだね多分ね、これね。じゃあ大丈夫だね多分。エンターパスコード2505。はい。で、何が、これね、パスコード早く拾ってくれよ。拾って、とりあえずセーブしましょう。サビル、今行くわって言ってますけど、どっち行けばいいんだこれで。あの細い道を過ぎていくのかな、それともなんかサーチオペレーティングシアターが向こうにあるから戻らないといけないのかな。あ、隣の部屋にも入れるのか、多分。隣の部屋見てないですね。で、やつが多分上を移動してるのか。ユーズキーカード、OK。怖い怖い怖い、こういうとこ。やられてる。なんかこれ、前も見たぞ、こんな展開。死体があって。ここ地獄よ、地獄って言って。地獄だよね。そうだよね。ちょっと待って待って待って。どこ行けばいいのこれ。あ、向こうか。どうやって行くんだろうな。もうどこからで、おお、揺れてる揺れてる揺れてる。もうどこからで飛び出してきてもおかしくないですからね。多分こういうところから出てくるんでしょうね。あらあらあら、人がいらっしゃる、人が。いやー、俺も嫌いだよ。ここ嫌いとか言ってるけどさ、あの人は近づいてきた。多分この人たちと打ち合っちゃったりするとまた問題なんでしょうね。早くあっち行ってくれよ。ちょっとその子に仁王立ちしてないで。ちょっと気づかれたんだけど。ちょっと待って待って待って。ちょっと、え、あいつナッシングだって。よかったよかったよかった、びっくりした。ちょっとなんか後ろの方でもガチャッと開いた音がしたんだけど。とりあえず隠れられる場所はどっかにある？エイリアンと人間とも戦わなきゃいけないのね。あったあったあった、ホールドでハイド。大丈夫？気づかれてない？いやー、上に歩いてますよ。あなたたちエイリアン気にしないの？え？おあ、ちょっとちょっと撃たれたんだけど、撃たれてんだけど。え、開いちゃった開いちゃったよ開いちゃったよ。え、あ、殺されたの？なんか LS って出たけど、これどっち？今押し込んだんだけどね、ダメだったみたい。残念。目が合っちゃったから、目をそらせみたいなコメントが、下に出たんですけど、いやー、難しいな。人間とも戦わなきゃいけないの？ちょっと理不尽だっす。とりあえず、テイク2ということでやっていきたいと思います。よし。じゃあ、とりあえず、こっち行って、ここにキーカード挿して、人間がうじゃうじゃいるみたいなんだけど、今度は右行ってみようか。あ、左行ってみようか。右には人間がいるみたいだから。ぐらぐら揺れるよね。揺れたよね。で、ここ、いや、なんかピコッと落とした。
一回入ろう。それでここからは行けんのかな。これ行き止まりっぽいよね、ちょっとね。もうエイリアンがもう全員片付けてくれるとすごい楽なんだけど。そこにも入れるみたいだね。ちょっと待って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 、ここは無理だって、ここは無理だって。あそこに、あそこに入れる場所があるぞ。ちょっととりあえずゆっくり入ってもう一度確認。隣の部屋っぽいね、これね。あ、人がいるんだね。フィックスエアコンって書いてあるエアコン直せよって。彼らのんきでいいですよね、なんか歩き回って。うわ、めっちゃいいんじゃん、人が。いや、三つも赤点出てるよ。ちょっと、どうすんだよ、これ。どうすんの？わかった。あえて発砲して、エイリアンに倒してもらおう。お。ちょっと無理無理、どうやって。 LS ダウンって言ってんだけど。開いちゃった開いちゃった開いちゃった。あ、殺されたってことね。あ、なるほど。これ多分撃たれて死んだってことなんだろうね、さっきのやつは。これちょっと難しいな、これどうすりゃいいんだ。目をそらせっていうのもあったんだけど、目をそらしたはずなんだけどな。こうやって下向かなきゃいけないの、ルックダウンで。あ、なるほど、そうしなきゃいけないのかな。エイリアンがいるときは走るなというキーカード使う。さあ、テイク3まで来ちゃったよ。で、地震が起こる。こっち行ってみようか、今度は。でもそこ乗り越えられる自信がないんだけど、俺に。あ、今度人いないよ。多分落としちゃったから、一回入ろう。きたー、きたー。気づかれてんの、まさか。すごい、一瞬できたね。大丈夫？エリアン来てくれたから、それはそれでよかったんじゃないの。あと、彼らを倒してくれると、さらにラッキー。ちょっと待ってね。やっぱりこっち。人間よりエイリアンの方が怖いのは間違いないんだけど。あ、ちょっとどうすんのこれ。LS 触ってんだけどね。ルックダウン、押し込まなきゃいけないのかな。すごいね、ほんとに。ちょっと難しすぎるよ、これ。クリアできんのかよ、これ。大丈夫か？テイク4。さあ、始まりました。テイク4まで、バッチリ来まして。これは難しいゲームですね。ちょっと難易度が高すぎてびっくりしてるんですけど。死にゲーなんですね。もう、ここまで来ると。もうヘルだよ、ヘルヘル。完全なヘルでございます。そこに敵がいる。で、どっか行く。で、これどうする。あの人は多分 U ターンしてくると思うんだ。複数人いるから、ちょっとどうしようかな。ここに入ったところでどうしようもないもんね。
そっちの部屋行ってこういう風に行けるのかな。じゃあそうしてみる。とりあえずスタンバットンで。ちょっと待って。ここは行き止まりだよね。行き止まりだ。これ何これ。スクラップ。声がする。寝っ転がれないのかよ。ちょっと。あ、入っていった。結構鈍感なのかセンシティブなのか全然わからないわ。戻ってくんのかい。ちょっと待て待て、どうすればいいんだこれは。こっちに行っていいものなのだろうか。エマージェンシールーム ER って書いてあるね。おうおうおう、また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 。待て、ちょっと一回入ろう。一回入ろう。セーブポイントはどっかいないのか。ここはなんか行き止まりっぽい？大丈夫なのかこれ。大丈夫の模様です。あっちにも行けるね。ちょっとな、アイテム多分拾ってもまたやり直しになるんじゃないのこれ。ちょっと待ってね。いる？あれは人じゃない。いないぞいないぞいないぞ。あそこに入ればいいんだろ。どっかにいるな。ピコピコ、この部屋にいたらもう大ピンチなんですけど。痛い。ちょっとここなんか閉じたりする機能はないの。なんかちょっとここまで来たんだからさ、これでちょっと隠れる場所は。これ何。あ光ってる光ってる光ってる。これ持ってけばいいのね。うわ怖いよ怖いよ。ちょっとこのユーズ、はい、サミュエル、I've got the meds. OK! やっとここまで来た。やっとここまで来た。で、サンクリストバルメディカルリセプションに行けって言ってるんですけど、私としてはセーブがしたいんですよね、なんとも。メディカルリセプションの外のステーション、トランジットステーションにいるって。あー、ガンショットをね、銃声を聞いたから、あのクリーチャーも聞いてるはずだって、聞こえてるはずだから気をつけろって言ってるんでしょうね多分ね。ちょっとセーブしたいんですよ。こっちのルート使って多分ここら辺にいると思うんだよね、3人ぐらい。いやーどうしよう、ここまで来たのにプログレッシブがどこにいるんだろう。人間も止まってると反応しないんでね、それが難しいところですよね。ちょっと待って、ここまっすぐ行けんのかな。お、誰もいないぞ。誰もいないぞ。ちょっと待って、あれは違うよね。とりあえずセーブさせてくれよ。大丈夫か？ちょっとアップデートマップもして、あれだけ人がいたのにもういなくなっちゃってるね。あ、いる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 。また揺れてる揺れてる揺れてる。ちょっと待って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 。とりあえずここで一回切ろうか。ここでよし、セーブゲーム。よかったー、なんとか乗り越えた。早くセーブさせてくれよ。よし。ふぅ。ちゅうことで、また次の動画でお会いしましょう。
どうも、大島です。またエイリアンアイソレーションの続きやっていきたいと思います。前回はもはや死にゲーと化しているこのゲーム、ちょっと難しすぎやしないかという感じでございますけれども、何が難しくしてるかっていうと、エイリアンのランダム性と人間とも戦えないシチュエーションが続くことですね。どちらにバレても、待ってるのは死みたいな状態なので、完全ステルスっていうわけにでいかないといけないと思うんですけれども、ちょっと待って、どこに行けばいいんだっけ。あ、この奥ね。で、ここはエイリアンの、縄張りだと思いますので、いつ出てきてもおかしくない状態。大丈夫ね。さっきそこら辺に人間もいてびっくりしたんだけど、落としてるね。そういうとこ気づかないんだよね。なんかビゴ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 落としてるよ。で、このね、これはよくわかんないんですよね。なんか LS って言って、このスティックをね、左のスティックを操作して視線をずらせみたいなコメントが出るんですけど、これでいいのかな。こんな風で良ければいいのかな。で、行く方向としてはこの2個目の部屋に入ってで、こっち側ですね。誰もいないみたいなんで行きましょう。ちょっとやめろよ。で、戦ったら速攻で入る。いや、なんかね、エイリアンの音がした、エイリアンが誰かを襲ってる音がしたので、走ってる。めっさ走ってるよ。絶対探しております。ちょっと気づかれない。わかんない。ダウンリーンバックっていうのがわかんないですね。リーンバックって頭を後ろに下げろってことだと思うんですけど、横じゃダメなのか。了解。じゃあ後ろにしろってことですね。それでいいのかな。なんか頭を下げるとかね、完全に下げるとかだったら分かるんですけど、いやー難しいですね。エイリアンもよく、まあ、気づくことね。やっぱ戦っちゃうとダメですね。でも今のケースだとしょうがないっちゃしょうがないんだよな。2人もいるもんね。3人だよ。しかも警戒態勢だよ。 3人のうち1人は。え、なんか消えた。え、1人消えたよね、今。あ、ただ座ってるだけ。ただここに入ったからといってリーンバックってことはこういうこと。後ろですよね、多分。リーンバックってこれでいいの。何にも変わんなくね、これとこれこれとこれ何も変わってないよ、多分。これは近づくだもんね。多分こうしろってことですよ。LS ってあと他にボタンあんの。これが LS だと思うんだけどな。なんかおかしいな。これで見つからないらしいよ。なんか何が、あ、遠ざかって暗いからってこと。で、とりあえず行きますか、もう。よし。で、多分右を開けたらいつものパターンでいるんでしょ。はい、いた。で、リーンバックで避けてみる？来ないかな？エイリアンが上を歩いてるよ。Come out, goddammit! とか言ってる。出ていくわけねえじゃねえかよ。これでバレないの？今後ろにしてますよ。エイリアンさん出てきて全部始末してほしいな。ん？もう怖がることがいっぱいありすぎてビビってるぜって言ってる。行ったのかな。
行っちゃったみたいなんで、私も行きましょう。で、行く場所はこの先。嘘嘘、なんか近くにいるみたいだよ。ちょっとこのアイテム拾いたいんだけど俺。ちょっとどうでもいい時に寝っ転がらなくていい。ちょっとちょっとちょっと、あ、近づくと入れるのね。もういいよ、もう諦めた。アイテムはメディカルエクスペクションはいけないって。そこが一つ唯一の進行路だから。いやー、パブリックだからね、公共の施設だから、なんとか逃げ出す方法があるはずだって言ってたんですが、地図によると、イニシエイトサンクリストバルメディカルエヴァケーションプロセジャーってことは、その避難のね、するための、避難するあれをやりましょうって、起動しておいてくださいっていうね、プロトコルっていうふうに書いてありましたけど、ってことはまた人とエイリアンの板挟みにあった状態でプレイしなきゃいけないのかな、これ。え、もうやられてる、ラッキー。フラッシュバン、フラッシュ、うん、どっち、こう上げたらいるとか、もう勘弁よ。大丈夫みたいだね。とりあえずこういう人から奪えるだけ奪って大丈夫ね。じゃあとりあえずこれをいじくってですよ。 This is by way of the phone。 ちょっと怖い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 。これエラー？エラーね。エラーね。じゃあどうでもいい情報ね。インシデント。あ、もういいもういい。とりあえず、とりあえず、ちょっと怖い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 。じゃあインシデントって、あ、これあと10秒続くってことね。はあ。何の話だったんだろう。ちょっとわかんないですけども、リンガードさんっていうのはさっきの黒人の女性だと思うんですが、その人が何かの対象、被験対象のことについてを喋ってるんだと思うんですけど、ちょっと待って、この先か。これは、頭部のレントゲン写真と、ここ開けたらいいのかな。あ、ベンドの中にも入れる。マップアップデートがあるな。うわ、怖っ。右に行かなきゃいけないみたいだよ。あ、あそこに人がいっぱいいる。そーっとね、そーっと。それで、セーブポイントだ。やった。ちょっと何はともあれセーブだ。よし、今回はいい感じで来てるぞ。